アルキビトチャンネルの視聴者の皆さん、こんにちは。今日は2023年6月9日です。昨日スーパーに来ましたら、ちょっと珍しい、食材がありましてですね。で、ホヤという、生き物なんですね。食べ物なの、まあ、生き物なのか食べ物なのか食べ物なんですけど、これはね、何なんでしょうね。魚なんでしょうかね。魚ではないですね。ちょっと見ますか。こういう感じね。なんかすごい、なんか、変な感じ。食、なんか、ブニブニュっとしてるけど、殻が結構硬くて、これ魚っぽく見えるよね。なんか、なんだろう。深海魚のようにも見えるけど、ねえ、なんかゴツゴツしちゃってすごいね、これね。なんかすごい臭いね。なんか臭いって言ったら、なんか生臭い匂いがするんですけど、これ初めての食材なんで、ちょっとね。まあ、包丁でさばいていきたいと思います。まずですね、この出っ張ってる部分があるので、これをバサッと落とすらしいので、結構硬いですね。硬い硬いぞ硬いぞ。あれ、硬い硬い。これこうやって硬っ硬っ。おりゃ、あれ、硬っ。おりゃ、あれ、なんじゃこれ、買った。そしてなんか変な汁が出てくるね。買った。ねえ、すごいスープがたくさん出てくる。よし。なんか、突起物が取れましたけど、そして、さらに、この殻をですね、包丁を入れて、このように2つにこうやっていくと。ねえ、なんかなんともくる、うおーおーおお、なんか出てきた。なんか汁がポタポタと。ねえ、おりゃ、おお、なん見えますかね。なんか、おお、なんかすごいね。簡単に取れるんだ。ああ、ほんとだ。すごい。ねえ。ビローンと。ねえ。して、殻の方は、こんな感じでね。へえ。なんか面白いですね。で、このね、内臓がね、たくさんついてるっぽいんだけど、これ取るのかな？こういうの取るのかな？なんか、わかんないんですよね。なんかね、いろいろ調べたんだけど、黒い部分は取るんだよ、みたいなね、話がありましたので、一応、この黒っぽい部分は食べないものなのか？まあ、普段サンマとかさ、まあ、その魚ですよね。魚の内臓とかさ、そのまま食べちゃってますけどね。サンマ、うまいかしょっぱいかなんて言われますけど、ちなみにこれさ、昨日スーパーで90円でした。もともとは180円なんだけど、半額になってて、で、面白いなと思って買ったんですけど、で、さらにさ、このホヤって初めての食材なので、これ生でも食べられるのかな、それとも加熱なのかなと思ってね、お店の人に聞こうと思ったんですよ。ところがですね、ちょっとわかりませんねって言われちゃってさ、まあ、海鮮物担当の人がいればわかると思うんだけど、今、もうね、その担当者が帰っちゃったので、わからないんですよ、すいませんと言われちゃってさ、わかんなかったんで、まあ一応加熱して食べてみようかなということでですね、これ洗うのかなこれ洗ったらいいかなこれ。ねえ。ちょっとなんかぐちゃぐちゃしてるのですが、まあ大体こんな感じでいいかなと思います。これ参考にしないでくださいね。私はド素人なので、ちゃんとホヤの料理がしたい方は、ちゃんとプロの話を聞いてくださいね。ちょっとなんかこの辺黒っぽいので、
ちょっと黒いな、なんかこのブツブツの黒い部分がなんか気になるので、ここだけちょっとちぎっとくかね。まあ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 、で、切ると、うん、だから新鮮ならば、あのこのままお刺身として、食べるんですよという話があったんですけども、ただこれ買ったの昨日ですし、あの賞味期限ギリギリで割引販売されてたものなので、まあちょっとね、念のため加熱していこうかなと思いますので、切っていきます。そしてフライパンを用意しまして、オリーブオイルですね、オリーブオイルをフライパンにこうね、フライパン、オリーブオイルを入れて、はい、オリーブオイルを加熱しつつのですね、ホヤですね、ホヤをに置いていきます。なんかホヤのバター炒めっていう料理があるみたいで、まあバター炒めなんですけども、まずはオリーブオイルからスタートするんだよっていう、まあ、タレコミ情報がですね、タレコミじゃないですね、あのネット記事ですね。まあ本当インターネットって便利ですよね。まあ玉石混合、いろんな情報があると思いますけども、でまあ加熱していって、まあ加熱してる間に、フライパンは洗う、あ、フライパンじゃない、さあちょっとパチパチいってきましたけれども、ですね、まあ、こんな感じですね。片手でカメラ、片手でお箸っていうのもね、結構大変なんですけど、まあ、こんな感じで、ちょっとこれ黒っぽいところがね、残ってるので、どうなのかなーってのありますけど、そして、醤油を入れる。はい、醤油を入れます。そしてバターがないので、代わりにマーガリンでいきましょうか。滑らかママソフトってね。はい、このまあこれ業務スーパーで買ってきたやつなんですけどね。まあこんな感じでマーガリンを。本当はバターがいいらしいですけどね。まあでもまあ、バターちょっと最近高いのでね。まあこんな感じで。ね。ちょっとこうやってかき回して。なんかこうしてみると、ホヤーってなんか、なんかイカみたいですね。なんかこう、お箸で持った時の感触がイカっぽいっていうかね。まあ、こんな感じでお皿に盛り付けました。それではいただきたいと思います。いただきます。
さて、ホヤどんな味がするでしょうか。いただきます。あー、なるほど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 、なるほどね。うんうん、あのね、これはね、味とか食感的にはイカに近いんですけど、まあイカほど噛み応えがあるわけじゃないんですね。ただまあちょっと軟弱なイカっていう感じなんですよ。例えるならばね。なんですけども、やっぱり一番違うのはやっぱりその香りですよね。なんかね、生臭い、なんて言えばいいのかな、生臭いというか、そのね、生臭いというよりも、まあそれがホヤの香りなんでしょうけど、結構自己主張する匂いがするね。だからまあ、いかにも魚介類って感じ。なんかその、なんだろうな、まあだからさ、缶詰の魚介類とかね、サバの缶詰とか鮭の缶詰とかイワシの缶詰とかあると思いますけれども、ああいうのっていうのはさ、万人の口に合うようにかなりその調理されてるというかね、まあそういうのがあると思うんですよ。例えばそのスーパーとかに売ってるお惣菜なんかもそうですよね。あのコンビニの弁当なんかもそうなのかなという感じもしますけど、まあその無難な味にしてるって感じするじゃん。その無難な味っていうのは要するに平均的な味というか、そのなんだろう、特徴的な味を切り取って非常にこう平凡で平坦な味にしちゃってるっていうのがあると思うんですよ。でもそれってさ、ある意味さ、人工的というか、なんかこう自然じゃない。自然っていうのはさ、結構生々しくて荒々しいものなんですよ。だからさ、ね、東京とかにいてさ、あんまりその死ぬ恐怖ってあんまりないと思うんですよね。もう周りビルに囲まれててさ、繁華街でさ、たくさん人歩いててさ、ねえ。で、みんな生きてるから僕も生きていけるって思うじゃん。でもさ、海とかさ、その、ザバーン!ザバーンってね、こう波が打ち寄せるような、波打ち、海岸線に立つとですね、まあ、自分が波に飲まれるかもしれないとかさ、山に登れば山から滑落して死ぬかもしれないとか、まあ自然っていうのはなかなかその怖いものだったりするわけですよね。でもさ、それがある意味自然の魅力とも言えるわけですよ。つまりさ、ちょっと間違えれば簡単に死にますよっていうさ、そういうところ。まあね、このホヤのちょっとね、ちょっと黒ずんでる部分もあるんだけど、まあまあ、ちょっとね、酸っぱみのある香りがするね。酸っぱいわけではないんだよね。酸っぱいわけじゃないんだけど、ちょっと酸っぱみのあるような尖った匂いが口の中に広がるって感じかな。でもなんかこういう香りがまさに自然のトゲトゲしい部分というか、荒々しい部分かなっていう感じがしますね。これあれですね、ちょっとなんかね、口に匂いつけそう、口臭とか気にする人はちょっとね、どうなんでしょうね。ちょっと口に、お口に匂いがつきそうですよね、これね。
ちょっと顔、癖のある匂いはするけど、まあまあまあ、うん、だからそういう自然の荒々しさが感じられる香りかな。黒柳徹子さんっていう、タレントの方がいらっしゃいますけれども、黒柳徹子さんの、窓際のトットちゃんっていう、本があるんですね。あれはですね、黒柳徹子さんが、子供の時の、話なんですよ。実話なんですね。で、黒柳徹子さんは、戦争前の日本ですよね。東京の自由が丘ってところに、巴学園っていう、学校があって、そこに通ってたんですね。で、巴学園っていうのはなかなか面白い学校で、あそこはですね、給食がなかったんですね。で、各自お弁当を持ってくるっていう、そういう仕組みだったんですよ。で、その時に、ただまあ、栄養バランスがですね、偏るといけないということで、まあ、巴学園の先生は、保護者の皆さん、お弁当にはですね、海のものと山のものを一つずつ入れるようにぜひよろしくお願いしますね、みたいな、そういうふうに、まあ、アドバイスをしてたんですね。つまり、海のものというのは魚介類とか、あるいはワカメとか昆布もそうですね。海で取れるものは海のもの。で、山のものというのは、例えばその、まあ、野菜類、まあ、大根とか人参とかも山のものですし、まあ、豚肉、牛肉なんかも山のものですよね。だからなんかその、ねえ、だから牛乳なんかももちろん山のものになるわけですけれども、普通はさ、タンパク源、タンパク質になるもの、そしてビタミンになるもの、ミネラルになるものとかさ、そういう分類するじゃないですか。ね、野菜と魚とか野菜と、お肉みたいな感じでバランスよくこう、ね、子供たちの栄養をバランスを整えましょうねって話になるんだけれども、巴学園はですね、そういうんじゃなくて海のものと山のものにしましょうっていうんですね。それは面白いですよね。で、ただ別にその、なかなかね、海のものと山のもの両方用意することができない家庭もありますので、どうするかっていうと、巴学園の校長先生の奥さんが、なんかその料理係をやっていて、それで、海のものが不足してる子供に対してはですね、海のもの、今日の海のものはちくわだーって感じで、ちくわ、はい、ちくわどうぞって感じで、補ってあげるっていう、そういう仕組みがあったらしいんですよね。で、あ、君は山のものがないね。じゃあ、じゃがいもの煮っころがしあげます、みたいな感じで、その、まあ、基本は、自由なんだけれども、まあ、栄養バランスを考えて、不足してるんだったらちょっと補ってあげますよ、みたいな、まあ、そういう仕組みを採用してる、学校ってことでですね、これ面白いですよね。ただまあ、もちろん山のものという、海のものというのは、だから普段はさ、やっぱり野菜っていうのは基本的に山のものなので、山のものなしに食生活、食文化っていうのはちょっと日本の食文化はですね、なかなか難しいかなっていうのはありますよね。うん。だって、味噌汁一つ作るにもね、大豆、その味噌は大豆で作るでしょ？で、大豆っていうのは山で取れる。農作物ですから、山のものなしっていうのは難しいですよね。うん。ただ一方で海のものっていうのは、これまた魅力的ですよね。やっぱ海のものっていうのは、やっぱりね、山のものと比べて、非常にこう癖が強いとかね、自然の荒々しさってものは感じられるんじゃないかと。うん。やっぱり自分さ、そのほら、人って山の生き物じゃないですか。陸上の生き物じゃない？ってなるとやっぱり陸上の生き物に対して親和性があるわけで、海っていうのはちょっとこう、ね、わざわざ海という危険なところに行かないと取れない、食材ですから、で、そう考えるとさ、やっぱり、魚とか、貝とかですね、まあ、このホヤも海のものでしょ？海のものには非常にこう、味わいというか、その、レパートリーが多いですよね。豚肉と牛肉と鶏肉、まあ、味はまあ違うっちゃ違うけど、でもそんなに違わないでしょう。ね、いや、これはね、松阪牛なんだよ。高級、
和牛なんだよとかってね。うん、まあまあまあそうなんでしょうけども、でもさ、高級和牛と高級じゃない牛肉とさ、それほど違うのかな。わかんないけど。ね。だからまあ、肉と魚って一概に言うけど、やっぱり魚の方が、魚とか魚介類の方が、味にこう、特徴がありますよね。で、このホヤなんかも、やっぱりその特徴が、非常にこう、際立っている食材の一つと言ってもいいんじゃないでしょうか。うん。これやっぱ好みが分かれる味かもしれませんね。だ、どうでしょうね。まあ、まあ、たまに食べるのはいいけど、日常的に食べるとなるとね、やっぱり、そこまで日常的に食べるほどの味じゃないのかなって思っちゃう面もありますね。うん。決してまずくはないし、美味しいんだけど、ただ、毎日食べる気になるかっていうとね、ちょっと、トゲがあるかなという、これもね、難しいところで、やっぱりその、たまに自然ど真ん中に行くからいいのであって、普段から山登りばっかり、毎日山登りとかさ、やってたらさ、疲れちゃうよね。でもそう考えるとさ、漁師さんとかさ、毎日海と戦ってるわけじゃないですか。あれはだからさ、いわゆるその、都会のサラリーマンとかさ、都会暮らしの人からするとさ、全然その、違った人生観、違った価値観が生まれそうですよね。なんかほら、海の男って荒々しいというかさ、オラオラやっちゃうぜみたいなさ、オラ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 、そこ邪魔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 、どけどけみたいなさ、そういうイメージありません？はい、もう邪魔邪魔、はい、どいた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 、はい、はい、この魚、ね、はい、1万円、1万円、1万円、1万2千円、1万3、はい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 、そこ落札、みたいなさ。なんかこうね、荒々しいというか、で、それはやっぱりさ、その荒々しい自然に対してはこちらも荒々しく対抗しないとやられちゃうからっていうのがあるかなっていう。でもある意味この力強い ところがありますよね。うん。その強さっていうのは、やっぱり、だからその普段は都会で暮らしてる人でもたまに山登りしたりとか、海水浴したりとか、そういう自然にどっぷり浸かりたいなと思うのは、やっぱりその自分の中の強さってものを引き出したいっていう思いがあるでしょうね。やっぱり強い自然に対して立ち向かってみることによって自分の強さってものを引き出すと。やっぱりそれが、海や山に行くという、一つの意義でもありますし、こういうね、魚介類とかこういう癖のある食べ物を食べるっていうのもその一環なのかもしれません。やっぱり強さというのは、これは、強いことは良いことなんですよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。